ドジャースが土俵際で踏みとどまり、悲願のワールドシリーズ制覇へ望みをつないだ。9日、日本時間10日、野地区シリーズ第4戦は8-0でパドレスに干渉。敗れればリーグ優勝決定シリーズへの道を閉ざされる一戦で投打ががっちりと噛み合った。11日、同12日、の第5戦の結果にすべてが委ねられるが、 すでにレギュラーシーズンは終了していることもあって、米メディアでは去就にまつわる話題も上っている。写真、HR を打った T、ヘルナンデスをおどけた表情で祝福する大谷。そのうちの1人がテオスカー・ヘルナンデス内野手、31、だ。サクオフにマリナーズから FA となり、2350万ドル、約35億円の1年契約でドジャースに加入。 今季は154試合に出場して打率2割7分2厘、自己最多の33本塁打、99打点の活躍で地区優勝に貢献した。この日の試合前には今オフに再び FA となることについて問われ、今は全く考えていない、と明言を避けた。遺跡情報に詳しいコメサイト、MLB トレードルーマーズは、彼とドジャース、および彼の代理人、 は延長交渉を行っていないとした上で昨シーズンよりも良いポジションで FA に戻るだろう。T ・ヘルナンデスは来年32歳になるのでおそらく3年か長くても4年が限度だろうと予測した。もちろんドジャースにとっては不可欠な存在であることは間違いない。同メディアも T ・ヘルナンデスの生産性を考えれば ドジャースがシーズンを終えるたびにオールスターに2度出場した選手を保持するために何らかの努力をするのは当然だとした一方で30代半ばまで続く複数年契約で市場価値を支払うことを渋る可能性もあると懸念も指摘している T ・ヘルナンデスは今月15日で32歳を迎える同僚の大谷翔平投手30が本塁打を放った際に ベンチ前でひまわりの種のシャワーをかけて祝福することでもすっかりおなじみだ。この日は3番、左翼で先発出場して5打数2安打をマークして勝利に貢献。1年でコンビ解消となってしまうのか。